何十年ぶり楽しいみたいなね、書いてたんなんかこれ最悪とか言ってやってる、なんかこう浮き沈みがこう気分の浮き沈みが激しい、やっと心の整理がついたっていうか皆さんこんにちは、猫屋です。この動画が今年の初めての動画なんですけど、改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ね、今年はちょっとね1日からまあいろんなことがあったりして、まあ、不安に思ったりこうねこう思ってる方も多いかなと思うんですけど、まあ、本当に一人一人の方がなんか心穏やかに過ごせるようにってこうね思っています。まあ、それとともに私はまあ自分のできることを一つ一つ大切に丁寧にやっていこうかなと思います。というわけで今日はですね、1月6日なんですけどすっかり動画をもうずっと撮ってなくてですね、やっと心の整理がついたっていうか心の整理というかですね、年末にですね、私ペンを買いに行ってね、つけペンのペンが始めましたっていうね動画をアップしたんですけど、12月11日にねペンを買いに行ってたんですよ。もうすぐ1ヶ月ぐらい経つんですけどね、結構この期間の1ヶ月ぐらいが私なんかいろいろこうなんていうかね、考えたというか、ちょっと今日はそちらの、まあ、ちょっと書いてる動画もね、お見せしながら、私がこの1ヶ月間どんなことを考えて、葛藤して模索してたのかっていうちょっと動画をお送りしようかなと思います。でですね、まあ、普通の丸々のスケッチブックに書いてるんですけど、ね、一番最初こんな感じですよね。最初買ってきてペンで、もう何十年ぶり楽しいみたいなね。書いてるぞんってなんか、まあ、このぐらいかな。あれ私すごく下手くそじゃないみたいな、あれ私超下手くそなんだけどみたいな感じでなってきて、私ちょっとクロッキーとかも何年も書いてちょっと絵上手くなったかなと思ってねペンが始めたのに、なんか書いてみたら超下手なんだけどって言ってムキーってなった時期がありまして、こう楽しいからドーンみたいなね私はじゃあ何が描きたいんだろうみたいな、なんで絵描いてんだろうぐらいまでちょっとこうね思ったりして、だからね12月31日のコミュニティになって、まあ、この辺がちょっとあこのくらいのやついいなとか、まあ、少しねこう描きながらうーんとか、ちょっとこれはもうやばいダメだなとかもうこれ最悪とか言ってやってる感じですね。結構ねそのなんかこう浮き沈みがこう気分の浮き沈みが激しい感じでした。まあ、これ以外にもまあいっぱい書いてるんですけど、それでまあどうしてそういう風になったのかなってちょっと自分で自己分析してみたんですけど、やっぱりそのペンでつけペンとかで書いてた頃って、あとまあ下絵かラフとかの下絵はこの細いシャーペン使って書くんですけど、このペンとねこのシャーペンのセットが何十年前のこの小学校とか中学生ぐらいの時に書いていたまあ道具を使って書くと、その過去のなんか自分の書き方とかそのかな、まあ、書き方とかの、まあ、姿勢もそうなんですけど、マインドとかが全部そこに戻ったっていう感じがしたんですよ。こういうツールをしてねやるとそうなるんだなと思って、まあ、ちょっと発見して気づいておーって思ったんですけど、まあ、そうするとやっぱりこう、でこう紙にこうすごい目も近づけて書いて、なんか姿勢もこうねこう前かがみになるし、首も前に出るし、肩も内に入るしみたいな、でこうやってシャカ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 っていう書き方にちょっと戻ったんですよまあそうするとまあちょっと実際手も痛くなったし、すごい痛いぞと思って、ね、なんかこの辺の首とか肩も痛くなったし、まあ、あとまあ気づいたのがそのこう近いとでここで一生懸命書くとやっぱすごい視野がねすごい狭くなるんですよね。でここのすごい視野の狭いところの中で、この中でなんかたくさんの線を書いて、ここでなんかこの線がどうとか、なんかうまいとか下手くそとかとかっていうパターンみたいなやつが出てきて、あこれはちょっと昔の私の懐かしいやつだなと思ってはって気づいて、もう一回とどうしようかなと思って、もせっかくもうねずっとそういう風にして、まあね、何十年も書いてたけどやっぱそうの嫌だなと思って、まあ、クロッキーとかを始めて、クロッキーはねこう、まあ、対象をこうなるべく少ない線で書くし、そんなにね鉛筆もこういう 6B とか 9B とか使ってもなるべくこう力も少し抜いてリラックスして、だけど集中してこう書くっていうね線をこうここ何年も書いて書けるようになってたので、こっち側がやっぱりいいなって思ったんですよ。でもさ、そしたらもうペンがやめた方がいいのかなとかね、やっぱりちょっとこう完成度を上げたく
あげるために書こうかなと思ったんですけど、ちょっとそれでこう体とかいろいろ負荷がかかるのでやめようかなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱり書いてて楽しいし、うん、まあだからなんかこの過去のまあ自分のこう心身にこう負荷をかける書き方を経て、でもやっぱりちょっと楽になる書き方を覚えていったので、まあ、その両方の経験値をやって、なんか自分で今のやつでなんか書きたいなってこう思ってたんですよね。で、まあ、たまになんかこれはちょっといいかなとか、ちょっとまあ気に入らないもいっぱいあるんですけど、まあ、まあなんかいいかなって思うやつも書けるようになってきたので、うん、まあだからずっと模索してましたね、この1ヶ月ぐらい。うん、で、まあ私やっぱりこう、うまい絵が描きたいのかって心にね、聞いてみたら別にすごいうまい絵が描きたいわけです。やっぱりなんか自分が描いてて、あ、かわいい、この子かわいいって絵が描きたいんです、私は。そうするとその子がかわいい子を描けるともうキュンって嬉しいってなるので、まあ、なんかそこをちゃんと大事にしようっていうふうに思いましたね。まあ、あと年末にその息子ちゃんがね、小学生の息子ちゃんがあの書き初めの宿題やるっていうので書いてたので、私もちょっと端っこで書いてみたんですよ。こんな感じ。習字って、あの習字の筆ってこの水彩の筆にちょっと似てて、この形がね、こうまあちょっと丸くてもっと太いですけど、こう先が細くなってるじゃないですか。で、習字の書ってで、もう書くときもやっぱりこうグーって持たないし、こうちょっと浮かせてね、こうやってやって、この筆の形状をまあ利用してね、一画目とかこうね、グッてやったりとか形をこう作っていくっていう感じで、あ、この書き方が私が今求めてるものだなと思って、まあ、ペンだろうが、まあ、筆だろうが、その鉛筆だろうが、こう変わったとしても書き方はやっぱこういう書き方で書きたいなみたいな、まあ、細かく完成度を上げて書きたいんだけど、だけどだからといって別に力を入れて頑張ってこうって書かなくてもいいよなと。でなんかこうね、習字書を書きながらそんなことが気づきましたね。まああと思ったのが、これでも本当下書きとかもしないし、本当にまあ一発書きなんだけど、でも緊張固くはならないですよね。ちょっとこう意識は集中するかな、まあ、姿勢とかもやっぱり大事にして、こう一個一個の一文字一文字をこうすごくね確認して、こう丁寧にこう書いていくと、まあ綺麗に書けるなとか思って、やっぱこっちの方がいいなと思って、こんな感じで、まあ、ちょっとペン画でも、ペン画とか、まあ、他のイラストとかでも描けるようになったらいいななんて今、はい、思っています1ヶ月ぐらいもうなんで私はこんな下手なんだとか、もうこんなの嫌だとか言って、いろいろね、なんかね、こう心がざわつきましたねでもすごい良かったです。もともとやっぱりこう浮世絵とかね、浮世絵とかやっぱすごく好きなんですよね。やっぱそういうのに憧れてて、まあ、色使いもそうだし、まあ、構図とかもそうだし、ね、だからまあそういう風なものが描けるようになりたいなって今ちょっと思ってますね。昔の人ってすっごい絵うまいなといつも思ってるんですけど、しかもそんなパソコンとかがあるわけでもないし、消しゴムとかもね、鉛筆とかもじゃないですよね、日本のやつって墨で本当描いて、まあ、色ね、顔彩とか使ってるのかな。だけどめちゃめちゃ綺麗だし、どうやってこの人たち描いてたんだろうみたいな。クロッキーとか、まあ、スケッチ描くにしてもそんな大量の紙とかねないかもしれないし、でものすごく観察して、でもすごいね、まあ、デフォルメとかもいっぱいしてるんだけど、なんかすごく線が美しいし、まあ、本当に、まあ、今後2024年になったばっかりですけど、こういう線が描けるようになりたいなとか、こういう絵が描けるようになりたいなって、こうまたね改めて思いました。こっちはね、肉質画ですけど、まあ、この辺かな、私はやっぱりちょっと原点というか、この線の綺麗だなって思う、なんか強弱があって、まあ、シンプルな線ですよね。まあ、とてもやっぱこういうのがすごく好きですよね。で、余白とかもなんか残しつつ、なんか大胆な構図や色使いとか、ね、まあ、みっちり埋めなくても、そんな細かく一生懸命描かなくても、なんかこのぐらいの感じがすごく好きなので、やっぱり私はこういうのが好きだなとか、いかに力を抜いて、だけどまあ集中して一つ一つを丁寧に描いていきたいななんて思いました。で、まあそういうのもあって、ちょっと年末ぐらいからね、まあもともとやってみたいなと思ってたんですけど、ショート動画を始めてみて、まあ大体朝が描くんですけど、3分ぐらいかな、3、4分でちょっと集中して、あれもね、ちょっと可愛い女の子なんだけど、クロッキーみたいになるべく線少なめにして、早い、まあ、3分だけど時間短いけど焦らず
スって書くっていう練習を今してます。改めて思ったのがやっぱクロッキーとか日々のクロッキーすごい大事だなと思って、私ももうちょっとちゃんとね、ちゃんとというか、まあ、いつも続けて書こうかなと思いましたね。やっぱりね、ちっちゃい時からそのシャカシャカ一生懸命書くっていうのが何十年とあったので、まあ、そこからこうそういうふうに書かなくても大丈夫っていう今世界にね今来ている感じがするので、スッスッてでなるべくシンプルな線だけど必要な書きたいものは書けるようにっていうふうにもね日々ねまたクロッキーを続けながらこういろいろイラストとか書いていきたいなと思います。まああと思ったのがその人が成長していく、変化して成長していく時ってビューってならないので、やっぱりね、新しいことをやる時ってこう一回こうグッてしゃがんでこうジャンプってするので、まあ、このねグッてしゃがむあとここのなんか慣れた場所からちょっと一回下がって違う場所に行くっていうのはやっぱり苦しい苦しいんだなって本当に自分でも思いましたね。まあ、でもその分、まあ、それはまあやってるからこそだって自分に言ってあげて、まあ、何もね変化しなかったらここでこう安全の場所でいられるので、まあ、こうやってグッてなるけど、またそこはまたこれから変化してなんか変わっていくのかなっていう風になんかこういい感じにね明るく受け止めてみましたね。うん、だからまあ本当にこの動画見てくださってる方でもうね日々こうクロッキー描いたり絵を描いたりねしてる方が多いと思うんですけど、なんかなーってこんなに描いてんのになーとか思う時ってあるかもしれないんですけど、まあ、それって思うってことはやっぱりその自分の視野が、ね、広くなったりとか、まあ、確実に上手くなってるから、ね、見えてる世界が変わってるからそういうふうに思えてるっていうこともあると思うので、うん、なんかそんな風にしてねこうちょっと苦しいなって時はそんな風に思ってみるといいかなと思いました。なかなかねこう自分のこうやってることって客観的には見れないし、こう今どこの場所にいるのかって分かりづらいと思うので、うん、まあね、なるべく本当みんないつもね、ふん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 って楽しく絵は描いていきたいんですけど、ね、まあでもやっぱりそうじゃない時もあるよねっていう。でもそれはずっとじゃないし、ね、一回こうグッてなって、こうやってグッて、で、またしばらくしてこうグッて、なんかだんだん慣れてきたっていう風な感じかな。ね、こういう感じで成長していくっていう風に思っているので、うん、まあちょっと今回もね、私はちょっと、またこれからまだなんか、で新しい表現方法とかなんかいろんなものかけてなんかかけるようになったらいいなって思ってます。というわけでちょっとなかなか動画がまとまれま、ね、動画いっぱい撮ってたんですけど全然なんかまとめられず、でもなんか少しねちょっと頭の心の中が整理できて自分の行きたい方向がちょっとクリアになったので今日はそんなお話をしてみました。またそんなね、そんな様子を動画にしていきますので、またよろしかったらぜひご覧ください。はい、というわけで今日もご覧いただきありがとうございます。